これは2000年前のお話です。ガリラヤの野にシモンという少年がいました。シモンはいつも羊の番をしていました。今日も羊の持ち主であるアブドンは言いつけました。おいシモン、今日はこもっているからヤコブと一緒に羊たちを丘の上に連れて行け。あの辺りだったらこいつらもキリに邪魔されずに草が食べられるだろう。わかりました、アブドンさん、行ってきます。シモン、霧のせいで足元がよく見えないだろう。私にくっついているといい。ありがとう、ヤコブ。シモンはまだ9つでしたから、兄さんのようなヤコブを頼りにしていました。道が険しくなってきたな。おや、子羊がシモンにすり寄っている。シモン、抱いておやり。うわあ、毛が雪のように白くてかわいいな。まだほんの赤ん坊なんだよ。お前が面倒を見てやるといい。シモンは甘える子羊がかわいくて夜も抱いて眠りました。そしてヤコブとシモンは6日間丘の上で暮らしました。羊たちに草を食べ尽くされて、丘はみるみる丸坊主になりました。さあ、そろそろ帰るとしようか。ヤコブ、僕も羊を集めるのを手伝うよ。お前は少し休んでおいで。元気者の羊に振り回されてくたくただろう。ヤコブの言う通り、シモンは元気な羊が崖から落ちないようにハラハラし通して疲れていました。ヤコブの思いやりを嬉しく思い、シモンは子羊を抱いてオリーブの木の下に座りました。日差しが暖かいな。シモンはいつしかうとうとしていました。なんだかいい香りがします。バラの香りでしょうか、ユリの香りでしょうか、アーモンドの花の香りのようでもあります。美しい歌声も聞こえてきました。その声が一段と高まったと思った時、あたりが急に静まり返り、心よい香りも消えていました。シモン、起きなさい。シモン。あ、ヤコブ。シモン、子羊はどこへ行っちまったんだい。え、あれ、今の今まで膝の上に乗っていた子羊がいません。姿も見えず声も聞こえませんでした。とにかく羊たちを連れて帰ろう。どこへ行っちまったんだろう、僕のチビちゃん。子羊がいなくなったのを聞いてアブドンは渋い顔をしました。いい匂いがしたな。したため歌が聞こえたため、えたらめもいい加減にしろ。このぐうだら小僧め、シモン、すぐ探して行け。子羊を連れずに帰ったらひどい目に遭わすぞ。アブドンさん、私もシモンについて探しに行きましょう。ダメだ、シモン一人で行かせるんだ。ヤコブはシモンをかわいそうに思いましたが、ふと思いついて4本のろうそくをはめ込んだランタンを取ってきました。これはずっと前にある旅人にもらったものでね、その人はこう言ったんだよ。苦しい目にあって暗闇の中を歩いているように心細い時でも、このランタンが必ず道を示してくれるだろうとね。これを持っておいき、ろうそくの火が消えないように気をつけるんだよ。シモンは赤々と燃えるろうそくの火を見つめました。なんだか元気が湧いてくるようです。僕のチビちゃん、きっと見つかるぞ。シモンはその夜も次の日も子羊を探し歩きました。そして夕日がまた沈み、あたりはとっぷりと暮れました。おや、あの岩陰に何か動いてるぞ。チビちゃん、出ておいで。何を探しているんだね。うわ、怖がることはない。羊を探しているのかね。真っ白な子羊だったらついそこのオリーブのしがみの中に迷い込んでいたよ。僕のチビちゃんだ。おじさん、ありがとう、教えてくれて。僕、お礼に何でもしますよ。何でもしてくれるって。だがあいにく俺を助けられる者はこの世界にただの一人もいない。俺の行く手は真っ暗闇なんだから。真っ暗闇だったら
ップでしょう。これを持っていくといいや。これをあげてもまだ3本残っています。持って行ってください。男はありがとうと言って歩き出しました。シモンも羊を探しに駆け出しました。親切な子だな、俺のような泥棒に。シモンはオリーブの茂みの中に入っていきました。しかし子羊の姿は見当たりません。なおも探すと奥の方に小さな洞穴があり、中で何かがうごめいていました。ん？チビちゃんかな。カフ。うわ、上着を噛まれた。離してくれ。洞穴の中にいたのは真っ黒な狼でした。狼はシモンの声にパッと口を離しましたが、悲しそうにクンクン泣きながら自分の前足を舐め始めました。ランタンで照らすと狼の前足は血に染まっていました。お前怪我しているのかい。シモンは怖さも忘れ、上着の端を裂いて傷をそっと包んでやりました。傷が良くなるまでじっとしているんだよ。僕はチビちゃんを探しに行かなければならないから。待って、行かないでおくれよ。いや、いてやりたいのは山々だけど、そうしてもいられないんだ。あのチビちゃんもお前と同じで、僕の助けがいるかもしれないから。そうか。このろうそくを一本残っていくよ、残していくよ。少しは体が温まるだろうからね。シモンはそう言ってろうそくを一本狼の脇に立ててやりました。シモンはあてもなくさまよい歩きました。夜が明けた時、小さな町にたどり着きました。通りを歩いてくる行くと声をかけられました。小僧さん、何か恵んでくれないかね。ごめんなさい、僕あげられるようなものを何も持っていないんです。子羊がいなくなって探しに行く途中なんですよ。子羊だって？わしが見たのは飢えている貧しい人間ばかりだ。わしは町外れの暗くて小さい洞穴のに同じような身の上の仲間たちと細々と暮らしているんだ。だったらこのろうそくを持って行ってください。ほら、洞穴の中が少しは明るくなるでしょうから。ありがとう。おじいさんは嬉しそうにシモンの手を握りしめました。お前さんの子羊が見つかるように祈っているよ。シモンは町中探しましたが見つからず、見た人もいませんでした。また夜になり、たった一本のろうそくもずいぶん短くなって、日は今にも消えそうでした。シモンはがっかりして町外れの道端に座り込みました。その時です。あれ、この香りは丘の上で嗅いだあの香りだ。バラのような、ユリのような、アーモンドの花のような、それにあの喜びに震えるような歌声も聞こえてくる。一体どこからだろうとシモンがふと見ると、少し離れたところにみすぼらしい馬小屋が立っています。シモンは思い切って中に入っていきました。薄暗い馬小屋の中に何か白く光るものが見えます。ひょっとして、あ、僕のチビちゃんだ。よかったらこっちにおいで。え、誰？シモンは言われるがままに前に進み出ました。すると子羊のそばの貝羽桶に赤ちゃんがすやすやと眠っていました。あ、なんて可愛らしい赤ちゃんだろう。シモンはいつの間にかひざむずいていました。そして何とも言えない嬉しい気持ちで貝羽桶の脇に最後の一本のろうそくを立てました。ろうそくの炎は初めは今にも消えそうに揺らいでいましたが、やがて見えない力にかき
立てられるように明るく明るく輝き出し、馬小屋の中は光で満たされました。星の光も一段と輝きを増しました。そして喜ばしい歌声は遠い野にいる羊飼いたちの耳にまで美しい調べを伝えたのでした。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。